バージニ、アン鉄道、あるいはバージニア鉄道はアメリカ合衆国のバージニア州及びウェストバージニア州でかつて営業をしていた一級鉄道である。ウェストバージニア州南部の高品質な歴史生誕をハンプトンローズの港へ輸送するために設立された。20世紀初期に土木技術者で単鉱の経営者でもあったウィリアム・ネルソン・ページが その当時スタンダードオイルの重役で世界有数の裕福な人間であった産業投資家のヘンリー・エイチ・ロジャーズの支援を受けてウェストバージニア州南部の険しい地域に未開発の石炭を輸送するための85マイルほどのショートラインであるディープウォーター鉄道を建設しようとした大鉄道会社は談合を行いディープウォーター鉄道からの石炭を妥当な運賃で 輸送することを拒否して、ページの試みを阻もうとしたが、ページは大鉄道会社の思惑通りには、諦めなかった。彼は、当初の計画通りの建設を続けるとともに、ロジャーズの資金と代理人を使って密かに他の、バージニア州の鉄道会社である、タイドウォーター鉄道と合併した。このようにして、ページは、バージニア州を横断して、新しい石炭桟橋が建設されていた。 スウェルズポイントのあるハンプトンローズへ至るすべての経路の通行権を確保した。この二つの会社は法的には1907年初頭に合併しバージに安アン鉄道と解消した。ページはさらに大鉄道会社とそれを支配する泥棒男爵たちの鼻先で彼らの妨害にもかかわらず山から海へ鉄道を建設した。バージにアン鉄道は 最終的に1909年に完成したが、その資本はほとんど、ロジャーズ個人が出したものであった。バージにアン鉄道は、新しい時代の技術で作られた鉄道で、すべて新規のインフラを用意して、ライバルの大鉄道会社よりも、効率的に運行することができた。バージにアン鉄道は、その50年に及ぶ歴史の中で、 ページとロジャーズの最善のものに投資するという哲学を実行し続け、利益を出し続けた。山勝ちでうねうねとしたピードモントから平坦なタイドウォーター平原まで最高の効率性を発揮した。最大で最高の蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車を運用することで知られ、世界で最も豊かな小さな鉄道とのあだ名を付けられた。 1959年にノーフォークウェスタン鉄道と合併し、21世紀現在では、かつてのバージにアン鉄道の大部分は、ノーフォークサザン鉄道として運行中である。同社は、ノーフォークのターミナル駅にあるバージにアン鉄道のかつての本社ビルから数ブロック離れたところに本社を置く一級鉄道である。合併の2年後、 鉄道とそれにまつわる人々を描いた本が出版され、バージニアン鉄道がその中に登場した。この本では競争を繰り広げる企業の陰謀を物語風に取り上げている。ザバージニアンレールウェイというタイトルのこの本は歴史家の H レードによって1961年に最初に出版され、その後数年にわたって何度も再版された。この本の初版と 第2版は、バージにアン鉄道に関する遺品の中でも、収集の価値のあるものとなった。合併によって消えていった、アメリカの鉄道会社の中でも小さい方であるにも、かかわらず、バージにアン鉄道は50年以上後になっても、かつての従業員、鉄道模型愛好家、作家、写真家、歴史家、保護運動家などから驚異的な支持を集めている。21世紀初頭では、 こうした人々の多くがとても活発なやフー、グループスである、バージニアン鉄道愛好家グループに属している。バージニア州ロアノークの退職者たちのグループが毎週、集まり、世界中の700人を超える人々から寄せられる、質問に答えている。バージニ、アン鉄道はすでに歴史に消えたにもかかわらず、毎年開かれるセミナーは参加者が次第に増えており、 保存活動も熱心に行われるようになっている。バージにアン鉄道は20世紀初期に二人の男によって着想された。一人は優れた土木技術者で炭鉱の経営者でもあり、また起業家でもあったウィリアム・ネルソン・ページであった。そのパートナーが大金持ちの実業家であるヘンリー・ロジャーズであった。 彼らは共に、ウェストバージニア州南部の高品質な歴史生端を、ノーフォークのそばのハンプトンローズにある港まで輸送するために、ほとんどレール状のベルトコンベアと呼べるほどよく設計された鉄道を建設した。バージニアン鉄道の建設は、教科書でも天然資源と鉄道の関係の例として取り上げられてきており、また20世紀初頭に、 小さな会社がビッグビジネスに参入して勝ち抜いてきた例としても取り上げられている。その当時は多くの鉄道が少数の強力な資本家の支配下にあり、独占禁止法の制約なしに競合者と対決していた時代だったのである。バージニ、アン鉄道はバージニアの丘があたかも存在しないかのごとく、可能な限りまっすぐで平坦な線路を敷くために、 巨額の投資を行ったため、建設当時は愚行であると思われていた。しかし長い目で見ると、勾配と曲線の少ない線路は、運行費用が安くとても利益を上げやすいということが証明された。ウィリアム・ネルソン・ページは土木技術者で起業家である。ページはバージニア州生まれで、シャーロッツビルのバージニア大学を卒業し、まず1870年代に、 ウェストバージニア州へやってきて、チェサピークオハイオ鉄道が、ニュー川とカナワ川の渓谷で伏線化を行う工事に、協力した。諸説を総合すると、華やかなページはこの頃、ページ隊長として知られるようになってきており、ウェストバージニア州のファイエット郡の山奥の、小さな町であるアンステッドに住んで、間もなく、バージニア州とウェストバージニア州の山岳地帯で、 石炭と関連する産業に関わるようになった。ページは19世紀末から20世紀初頭にかけて、ウェストバージニア州の豊富な歴生炭の丹田を開発し、その石炭を輸送する鉄道を建設して成功を収めた。彼の土木技術者としての経験により、ページはウェストバージニア州に埋蔵されている富を開発するのにうってつけの存在となっていた。 元、ウェストバージニア州知事のウィリアム・マッコークルは、彼のことを、ノーフが、自分の土地について知っているがごとく、ウェストバージニアの土地を知っていると評した。彼はエネルギッシュな起業家でもあった。こうしたことについて、作家の H レードはページについて、アンステッドのアイデアマンという言葉でまとめている。ヘンリー・ロジャーズは、マサチューセッツ州の労働者階級に生まれ育った。 投資家、実業家である。彼は若いうちに働き始め、パートタイムで、彼の父親の食料品店を手伝い、新聞の配達をした。高校を卒業すると、彼は、小さな鉄道で制度主として働き、金を貯めた。1861年、彼とその友人は、ペンシルベニア州の山へ出かけて、そこで、南北戦争の最中に石油と、 天然ガスの開発に従事して、最終的に、ジョン・ロック・フェラーのスタンダード・オイルのキーマンの一人となり、大金持ちとなった。ロジャーズは、アメリカ合衆国でも、最も裕福な階層となり、また若いページ同様にエネルギッシュな企業家でもあり、多くの鉄道や鉱物資源の開発プロジェクトに、関わっていくことになった。歴世短ページが、 ゴーリーマウンテン石炭会社の社長をしていた頃に、ロジャーズはページと知り合いになった。ページは、南部ウェストバージニアのニューリバーバレーからガイアンドット、川下流にかけての、チェサピークオハイオ鉄道及びそのライバルのノーフォークウェスタン鉄道が共に、まだ到達していない地域に、未開発の豊富な歴生炭が埋蔵されていることを、知っていた。 大鉄道会社がその近くの地域の丹田を開発し、石炭をハンプトンローズへ送り出すことに力を注いでいた中、ページはロジャーズと数名の投資家とともに未開発の丹田を活用する計画を練った。こうして強力な協力関係が生まれた。もともとページとロジャーズの構想はウェストバージニア州内のみに限られるショートラインである1898年に、 設立されたディープウォーター鉄道であった。大鉄道会社と石炭輸送に関する契約を結ぶことに失敗した。あと、結果的にディープウォーター鉄道の線路使用権は、バージニア州グレンリム近くにあるウェストバージニア州とバージニア州の宗教上まで延長された。ディープウォーター鉄道の経路上の重要な地点としては、ページ、ミュレンズ、プリンストンがある。 バージニア州にかけては、もう一つの州内の鉄道である、タイドウォーター鉄道が1904年に設立され、ウェストバージニア州に隣接する、ジャイルズ郡からハンプトンローズのある、ノーフォーク郡まで、バージニア州南部を横断して、線路使用権を取得した。主要な地点としては、ロアノーク、ビクトリア、サフォーク、ノーフォーク近郊の新しい石炭桟橋の、 建設された港がある、スウェルズポイントである。1954年のビクトリアの空撮写真、西方向を見る。左側に、転車台と線形湖線路の右側には、旅客駅とノーフォーク地区事務所がある。ビクトリア当局の提供写真1906年末、タイドウォーター鉄道のロアノ奥クとスウェルズポイントの中間にあたる、ルネンバーグ郡のある場所に、 将来鉄道の事務所と店舗を建設するスペースを確保した新しい街が建設された。この街は、ロジャーズが長く敬愛していた、イギリスのビクトリア女王にちなんで、ビクトリアと名付けられた。ビクトリアには、蒸気機関車の保守、整備のために、大きな保守設備、線形庫、転車台、球端、給水設備と、巨大なヤードが建設された。数年後、 旅客駅の駅舎に2階を増築して、バージニアン鉄道のノーフォーク築事務所が設置された。ビクトリアが設立されて、わずか数ヶ月後、1907年3月8日に、バージニア州において、ウェストバージニア州のディープウォーター鉄道と、バージニア州のタイドウォーター鉄道を合併して一つの、週刊鉄道会社とし、バージニアン鉄道が設立された。 同年4月14日、ページが初代のバージにアン鉄道社長に就任した。1907年から1908年にかけて25年ほど前に既存の大鉄道会社が建設された時にはまだ存在しなかった新しい建設技術を利用してバージにアン鉄道の建設工事が続けられた。ロジャーズが個人資産から建設資金を出したため、 交際に頼らずに建設されている。このことは、密かに鉄道の建設ルートを確保する上で鍵となる、ことであったが、しかしロジャーズにとっては少なからぬ負担であった。1907年3月に始まった強行により、ロジャーズは、経済的な苦境に陥った。さらにその数ヶ月後には、発作に襲われてしまった。 これにより5ヶ月にわたってほとんど活動できなくなってしまった。しかし彼は幸運にも何とか活動できる程度に健康を回復し、1909年初めにバージニアン鉄道が最終的に完成するまでを見届けることができた。バージニアン鉄道のゴールデンスパイクは1909年1月29日、ウェストバージニア州とバージニア州の宗教を線路が トエル地点に近い、グレンリンのニュー川に架かる巨大な橋の西側で、打ち込まれた。1909年4月、ロジャーズと旧友のマークとウェインは、ノーフォークへ一緒に戻ってきて、この新しい、山から、海までの鉄道の完成を盛大に祝った。ロジャーズは、その翌日、新しく完成した鉄道で、最初の、そして一回限りの旅行に出かけた。彼は、 その6週間後、ニューヨークの自宅で69歳で突如亡くなった。しかし、バージに安鉄道を建設するというページとロジャーズの仕事の完成は、その死に間に合った。ページにとってもロジャーズにとっても、この鉄道は、間違いなくその生涯で最大のお仕事となった。 彼らは共に既存の大鉄道会社の花先で、ウェストバージニア州の炭鉱からハンプトンローズの港まで最新のよく設計された鉄道を企画し建設した。バージニアン鉄道は最新のインフラストラクチャーと負債がないことにより、他の大鉄道会社に比べてはるかに効率的に運行することができた。 アメリカの鉄道の歴史において前にも後にもない異業であった。ロジャーズは彼の子孫と従業員に素晴らしい鉄道を残し、彼の子孫は1937年までこの鉄道を保持していた。彼の息子や義理の息子にあたるアーバン・ブロートンやウィリアム・コーなどが会社を率いた。コーはバージにアン鉄道の歴史のほぼ全期間にわたって、 同社で仕事をしている。50年にわたるバージにアン鉄道の歴史の中で、同社は最善のものに投資するというページとロジャーズのポリシーを実行し続けた。また、従業員や納入業者を手厚く取り扱うことでも知られ、また配当も扱った。バージにアン鉄道は山がちなピードモントからタイドウォーター平原まで最大の効率を実現することを狙い、 そして実現した。利益の出ていたバージに安鉄道では最高で最大の蒸気、電気、ディーゼル機関車を実験した。最大で最高の設備を使用し、またその費用を負担することができたことで知られた。そうしたことから、世界で最も豊かな小さな鉄道と呼ばれるようになった。バージに安鉄道には、 ウェストバージニア州のクラークスギャップに主な勾配が存在しており、かなり大きな蒸気機関車を実験した。その後、競合する会社の一つ、ノーフォークウェスタン鉄道で、すでに使用されていた電化へ向かった。電化工事は1922年に開始され、ウェストバージニア州のミュレンズから、バージニア州のロアノークまで、 クラークスギャップを含むいくつかの勾配のある区間に134マイルにわたって架空電車線方式の電化を行った。また、ナローズに独自の発電所も建設した。電化工事は1925年に完成し、その費用は1500万ドルであった。ノーフォークウェスタン鉄道との間に送電線が建設され、不足の事態の際には電力を融通できるようにされた。 アメリカン、ロコモティブとウェスティングハウスエレクトリックがパンタグラフを備えた電気機関車を納入した。最初に納入された36両は通常3両一組で運用され、それが置き換えた蒸気機関車に比べて大きな能力を発揮した。1948年には巨大な2両一組式の L-2B 型を4両購入し、 さらに1955年には清流機式の L、C 型を12両購入した。サウスノーフォークで、ノーフォークウェスタン鉄道との平面交差を横断するバージに、アン鉄道36号機関車ページとロジャーズが計画し建設したスウェルスポイントのターミナルは、一見すると遠く離れた場所にあるように思われたが、 20世紀のアメリカ海軍の歴史で重要な役割を果たすことになった。それ以前にジェームズタウン博覧会に使われていたバージにアン鉄道の石炭桟橋に隣接する土地が1917年からアメリカ海軍にとって重要な施設となった。バージにアン鉄道はアメリカ海軍が船舶用として好んだ。 ウェストバージニア州産の高品質歴生炭を輸送し、二つの世界大戦に際して信頼できる燃料の供給源となった。1950年代半ばになると、バージニアン鉄道の経営陣は、蒸気機関車だけではなく、電化区間に電力を供給しているナローズの発電所も含めて、鉄道の主要なエネルギーをすべて石炭に依存していることが、 電気式ディーゼル機関車の経済性が増してきたことや、旧型の蒸気機関車の部品の供給が不安になってきたことで、次第に陰りを見せてきたことに気づいてきた。1954年から1957年にかけて、合計66両の電気式ディーゼル機関車を購入し、この中には、フェアバンクスモースの H-24 から66型、 トレインマスターが25両、H-16 から44型の小型のロードスイッチャーが40両あった。また2両は旅客列車を引くために蒸気発生装置を搭載していた。バージに安鉄道の最後の蒸気機関車は1957年6月に最終運行となった。1903年以降、初代社長のページにちなんで名付けられた。 ウェストバージニア州のページは、ディープウォーター鉄道、後には、バージニアン鉄道の創車場、線形庫、駅が設置される場所となった。1957年に、バージニアン鉄道が、蒸気機関車を廃止し、またこの地域の炭鉱の資源が枯渇したことから、ページにある施設は、不要となった。ウェストバージニア州のミュレンズ、プリンストン、バージニア州のロアノーク、 ビクトリア、スーウェルズポイントなどが大きな蒸気機関車保守設備と線形庫が置かれていた場所で、これらも1957年以降不要となった。蒸気機関車の時代が終わるにつれて、アメリカ中で同じようなことが起きた。大鉄道会社は新しい参入者と共存することを学んだが、 しかし鉄道が完成する前にその会社を買収してしまう機会を逃したことを後悔するようになった。第一次世界大戦中、アメリカ合衆国鉄道管理局が戦時体制のもとで各鉄道会社の監督を行い、バージにアン鉄道は隣接する競合鉄道、ノーフォークウェスタン鉄道と共同運営された。この時は運行効率がとても重要視された。 戦争終結後、各鉄道は元の所有者に返還され、競合が再開された。しかしノーフォークウェスタン鉄道は、バージニー、アン鉄道がバージニア州で勾配の少ない優れた鉄道路線を持っているということをもはや忘れなかった。第一次世界大戦後、チェサピークオハイオ鉄道やノーフォークウェスタン鉄道など多くの大鉄道会社が、 この小さいが利益の上がるバージに安鉄道を買収しようと試みた。しかし集裁通商委員会は最終的に1959年にノーフォークウェスタン鉄道とバージに安鉄道の合併を承認するまではこうした合併を却下し続けた。このバージに安鉄道とノーフォークウェスタン鉄道の合併は鉄道会社同士が競争するのではなく鉄道が 道路や航空など他の交通手段とより効果的に競争しなければならない時代になっているということを ICC が受け入れるようになったことからアメリカの大鉄道が次々に合併する現代の時代を切り開いたと広く信じられている。バージにアン鉄道が1959年にノーフォークウェスタン鉄道に買収されて独立した企業ではなくなった時作家で 写真家の H レードは、バージニアン鉄道という本を書き、バージニアン鉄道は不滅であると書いた。今までのところ、これは正しかったことを時間が証明している。バージニ、アン鉄道の勾配の少ない路線の大半は、今日でも、ノーフォークウェスタン鉄道の後継である、ノーフォークサザン鉄道によって、東行きの石炭輸送列車によく使用されている。バージニア、 安鉄道の東部バージニア州における線路使用圏の区間は現代では真水の輸送に使用されており、またサウスハンプトンローズからリッチモンドやピーターズバーグへの高速旅客鉄道の検討が行われている。スーウェルズポイントにあるかつてのバージニア安鉄道の資産は世界最大の海軍施設であるノーフォーク海軍基地の一部となっている。 世界中の鉄道ファンがバージにアン鉄道を様々なスケールで模型化しており、またその遺品がコレクターアイテムとなっている。バージにアン鉄道の精神が残っていることを示すように、保存活動家がサフォークやロアノークにあったバージにアン鉄道の旅客駅の保存を行った。サフォークの旅客駅はかつてシーボード鉄道の駅としても機能しており、修復されて、 博物館として使用されている。同様の計画が、全米鉄道歴史協会のロアノークの支部によって、ロアノークの旅客駅について進行中である。ウェストバージニア州に残存する唯一のバージニアン鉄道の駅である、オークヒルのオークヒル車両基地も、全米鉄道歴史協会の支部によって、修復されている。バージニアン鉄道の機関車のうち3両と多くのカブース。 その他の車両が保存されている。蒸気機関車1両と電気機関車1両がきれいに修復されており、ロアノークのバージニア交通博物館で展示されている。2002年10月、ウェストバージニア州の洪水で破壊されていたミュレンズのカブース博物館がファンによって復旧された。この費用は自作の模型の販売や寄付によって賄われた。2003年5月、 線形こと、転車台跡の歴史的解釈をした、建設中の公園を含む、新しい博物館が建設されるビクトリアにおいて、ギャザリング・オブ・レール・フレンズというイベントが開催された。ノーフォーク・サザン鉄道は、最寄りのクルーまで展示列車を送り込んだ。2004年4月、バージニア州ベドフォードのブーンズボロ小学校の、 子供たちとリンチバーグのキワニスのグループが共に資金を集め、1910年頃の唯一残された C-1 クラスの木造カブースを保存するための活動を行った。2004年10月、新聞のロアノークタイムズは、平金20 with the Virginian b r e n というバージにアン鉄道の退職者グループが毎週ミーティングを行っていることについて、 特集記事を掲載している。彼らは主に GE 製の現代の機関車の模型をバージにアン鉄道の塗装にしたものを展示しており、バージにアン鉄道が1907年に創業して100年の記念として現在のノーフォークサザン鉄道の機関車を特別塗装にしてくれるように願っている。2004年12月、バージにアン鉄道の かつてのプリンストン工場の従業員が製作した C-10 クラスのカブース342号が完全に修復され、ビクトリアの鉄道公園の中央に新たに敷かれたレールに乗せられた。2005年4月、バージにアン鉄道鍛錬セミナーがミュレンズ近くのツインフォールズステートパークで3日間にわたって開かれた。アメリカ中から集まった鉄道ファンが炭鉱と、 鉄道施設を何台かのバスで3日間にわたって見学し、保存活動とグループセミナーに参加した。ロアノークの退職者団体の代表も参加した。このプログラムが2007年から2009年にかけてのバージに安アン鉄道100周年記念の開始であるとされている。2006年4月、マイルポスト2006セミナーがロアノークで開かれ、保存、特別見学。 閉鎖されたバージに安鉄道の旅客駅の訪問などが数日にわたって行われた。ありがとうございます。